体もでかく見える、うん、足が細く見える、うんうん、ちゃんとこう下半身コンパクトで上ががっちりして見える、まさに逆三角形効果ができる、演出できる T シャツなんですね。つまりビッグだけどロングではないってことですね。正解です。そうなんです。T シャツを見て、はい、エロいと思ったのこれが初めてです。いや、わかります。なんか色気あるっすよね。これはエロいっすね。いや、大人がさ、ピックサイズって生きてるの見るんだけど、なんかバランス悪いんだよねと、うん、あれはね、いただけないから俺が本当にかっこよく見えるやつを作ったって言ってたんで、なので間違いのないやつです。で、僕もこれ着たら、うわ、これすげえいいと思って買いました。フォルツァスタイル編集長の星葉です。連載スタイルクリニック、略してスタクリ、今回のテーマはこれです。ビッグサイズ T ということで、はいはい、T シャツはもう皆さん好きだから、はい、はい、大好きです。でもビッグサイズって聞くとなんか、はい、ちょっと星葉編集長的にはなんか珍しいというか、はい、新鮮な感じがしますけど、ね、あ、ちょっとオーバーだから、はいはい、まあ、僕もいつも大体普段はこういうジャケットの中はなんか割とフィットして着るのが多いので、そうですね、はい、今回はじゃあビッグサイズというところで、はい、なんですけど、はい、夏の時にコト、短パン、はい、ショートパンツの時には、はい、ビッグサイズ T ってめちゃめちゃ便利なんですよ。なるほど。そう、なぜか、はい、今割とフィットしてるショートパンツ履いてるんですけど、はいはい、これにフィットした T シャツ着てると、はい、めっちゃ軟弱に見えるんですよ。確かに、はいはい、そうですね。これね、視覚的な問題だけなんですけど、うん、上でかくするだけで全然バランスが取れるんですよね、うん、っていうのは逆三角形になるってことですね。そうなんです。まさにそこです。それめっちゃやりましたね。うん、上を大きくすると逆三角形効果ですね。かっこいい体に見えるんですよ。単に流行ってるからじゃないんですね。はい、上が大きく下がコンパクト、このバランスは大人には取り入れやすいんですよね。なるほど。で、上がタイト、下もタイトだとこうなっちゃうんですよ、うん、小学生の短パンスタイルみたいになっちゃいますもんね。ちょっとね、情けなくなるんですよね。だから上ぴったり T シャツに下ぴったりした短パンとかってあんまちょっとかっこよくないんですよ、はい、これただですね、ビッグサイズ、はい、定義としてどういうものを選べばいいのか、はい、ただ単にでかければいいのか、はい、でもなんかでかいのかって言ったら長さだけ長かったとか、そうあると思うんですね、はい、基準をちょっと教えていただきたいんですけど、基準は一つ覚えていただきたいのはこの肩のラインですね、はい、ショルダーラインから5センチぐらいですね、はい、まあ、それは割と使いやすい部分だと思いますね。あ、それから袖の長さもこの肘のちょうど曲げるあたり、はい、ちょい上ぐらいですね。お、そこまであると非常にいいんじゃないかなと。で、通常ここまでいくと下長いんじゃないかなと思うんですよ、はい、ここからバーンって長くなっちゃうと今度バランス悪くなるんですよ、はい、この今の着てる T シャツベストなのは、実はちょっと横向いてください、はい、ここに車輪がついてるんですよね。はははははは。これを取るじゃないですか、はい、取ってしまってもちょっとだらっと普通に着てもらっていいですか、ね、普通にこれでかっこいいんですけど、うん、ちょっと長いなという時感じる人もいると思うんです、うん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 、はい、そういう人のためになんとここに右側ですね、向かってここに車輪がついてるんで、これでビーって引っ張ってこうやってやる、そうすると少し丈が上がりますね。丈が上がるんですね、これで、うんうん、視覚的な効果で、体もでかく見える、うん、足が細く見える、うんうん、ちゃんとこう下半身コンパクトで上ががっちりして見える、まさに逆三角形効果ができる、演出できる T シャツなんです。つまりビッグだけどロングではないってことですね。正解です。そうなんです。ビッグだと全てが大きいと思っちゃいますもんね。そうなんですよね。そうなんです。ビッグだけど、だけどロングじゃない。僕でも白 T を毎年買うんですけど、うん、夏に、うん、はい、まあ、これ今回ビッグサイズですけど、一番 T シャツ選びのサイズ感、うん、難しいって僕個人的に思う。シンプルゆえにサイズでだいぶ印象違いますからね。そうなんですよね、うん、あんまりジャストすぎてもね。ただなんかさ、セットアップとか着てるとさ、はい、中がでかすぎるとこう、うん、ジャケットが中でもたつくんだよね。そうですね、ああいう時はレギュラーのサイズ着てた方がいいですけど、うんうんうん、T1 だったら、うん、程よくビッグっていう、まあ、ここですね、うんうんうん、ビッグですけど、うん、程よく、うんうん、それが先ほど言ったあの肩から5センチのドロップドショルダーってですね、ここですね、ここからここですね、うん、肩があって肩からこれぐらいですね、
肩がここのラインだったとすると、ここから5センチぐらいですね。あ、そういうことなんですね、うん、下がってる、はい、最近よくドロップショルダーなんて言葉聞きますけど、まさにここがドロップしてるからドロップショルダーって言うんです。なるほど、これがもうドロップドショルダー、いろいろじゃあ種類があるんですね、うん、なんかまあ、肩のラインっていうのはいろいろドロップショルダーとしてありますし、その他コーンケープドといって上がってるショルダーの、うん、ジャケットの、まあ、肩の形ですよね。あ、はいはい、これちなみに、はい、パンツもビッグシルエットはどうなるんですか。パンツビッグシルエットでもいいんですよ。それはちょっと若いイメージになってきます。うん、あ、そうですね。なんか若い方だと結構上下ゆるっと着てる方がいますけど、はいはい、まあ大人の場合はこういうふうなクリースが入ったシュッとしたやつを合わせて逆三角形。合わせてもいいですし、もちろん、はい、うん、ちょっと太めのでもいいですし、普通にレギュラーのでもいいと思います。うん、ただ大事なのはこっちの方が大きいですよと。うん、なるほどですね。方が大きいと思います。ね、で逆に前々回ぐらいにやったニット T ってやったじゃないですか、うんうんうん、はいはい、あれで半ズボンというか、はい、履こうと思った場合って、はい、レギュラーぐらいの方がいいと思います。レギュラーぐらいがいい、はいはい、上が結構ピタッとだと、そうですね、ジャストになってきてるので、うんうんうん、上はちょっと上下もコンパクトになっちゃうとまたこれが貧弱軟弱見えたりとか、程よくつかず離れずのバランスっていうのは多分大人にはいいんじゃないかなと。シルエットもメリハリが大事ってことですね。そうです、メリハリ大事ですね。なるほど、はい、で、はい、今日紹介するものはいろいろ紹介あるんですけれど、はい、今着てるのは実はユナイテッドアローズのオリジナルの T シャツなんですね、うん、はい、これ便利なのは今言ったように白なんですけど、ここにグレーで、うん、違う生地のように見えるんですけど同じ生地、小文字のコットンですね、はい、でここにファスナーがついてたり、うん、ちょっとしたこういうねアウトドアっぽいデザインですね、うん、そうですね、こういうのがつくだけでグッとこなれ感が見えると非常に便利な、うん、はい、色違いもあります、うん、はい、で白にはグレー、こういうちょっとねアースカラーですね、うん、なんかカーキみたいな色にはこうブラック、うんうん、この場合は黒のショートパンツがちょっとかっこよくなりますね。これ使いやすい、はいはい、ちょっとこう海とかフェスとか、うん、遊びに行くときに着たくなるデザインですね。そうですね、うん、用途に応じて海だったらもしかしたらノア君ですよ、ね、はい、でフェスとかだったらもしかしたらこれでいい、うん、かっこいいと思いますね。いいですね、はい、ユナイテッドアローズやっぱり、ね、オリジナル製品すごくしっかり作られていて、うん、僕も結構前 7,8 年前にビッグサイズの T シャツよく買ってって、うん、はい、ユナイテッドアローズよくできてるんですよね、うん、計算されてるよね、はい、っていう感じです、はい、そうですね、はい、そして続いておなじみですね、クロスクローゼットって何度も紹介している、はい、うん、まあ、T シャツでスビンプラチナムという、うん、コットンの中の、うん、まあ、スビンという、うん、ちょっと、ね、油分を含んでいるやつなんですけど、初摘みと言われるやつで、蝶々面の中の一番上ですね、トップだけを初めて摘んだやつのコットンを使ってて、めちゃめちゃ気持ちいいです。すごい、はい、なんかしっとりして、ビッグサイズだしポケットもついてるし、すごいカジュアルなんですけど、はい、質感がすごくいいから、めっちゃいいんです質感が。これは大人の着るビッグサイズとしては理想的ですね。これ理想ですね、うん、はい、これ白も黒もありますね、うん、人気のちょっとレギュラーサイズのフィットとオーバーサイズのフィットあるんですけど、こっちはオーバーサイズのフィットですね。やっぱりこうドロップショルダーといって、まあ、5センチぐらい、うん、はい、ガッと下がってるやつですね、うん、やっぱり丈はそんなに長くないですね。長くない、このバランスですね。そうですね、ちょうどノア君が着てるようなバランスで着ていただけるぐらいですかね、うん、ちょうどね、はい、はい、感じじゃないかなと思いますね、はい、そして次も、まあ、おなじみですね、スローンです、はい、非常にこれも極めてシンプルな、まあ、形としては一緒ですね。やっぱドロップドショルダーになっていて、うんうん、丈はそれほどロングじゃない長くないという、うんうん、これも極めて、まあ、ベーシックな、はい、アームホールもちょっと広めなんですね。そうですね、そうですね、ここを、ね、タイトにしちゃうとやっぱバランスが変わってしまうんで、それなりにちょっと、うんうんうん、幅は持たせてますね、はい、そして続いて紹介するのがこちらです。 K3B、こちらもおなじみですね、はいはい、これも僕が、ね、いろいろ紹介してるやつなんですけど、すごい違うのはコットンじゃないんです、これ ね、 ですね、これポリエステルで、はい、もう非常にスポーティーな素材です、はい、で速攻乾きますこれ、うん、でこれ見てください、これ伸びがこれは気持ちよさそうだな。しかも助かる、朝にすぐ乾かせる乾かせるし、もうシワになりにくいし、うん、めっちゃ便利です、はい、で違うのは、大きく違うのはちょっとテールがラインがついてて、うん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 、ここにスリットが入ってます、はいはいはい、まあ、ここに小さいロゴが入ってますけど、うんうん、着やすいですね、とにかく、うん、スポーツの場面にはすごく適してる、はい、夏の
汗かく多感な人にはめちゃくちゃもってこいな。おすすめですね。超おすすめですね、はい、僕もこれはもうね、うん、何枚も持っててよく着てます。いいですね。キャップに短パンに、はいはいはい、その辺どっか行くときなんてもう非常に便利ですね。ついつい着ちゃうやつですね。つい着ちゃうやつ、そうですね、確かに分かります。はい、そして最後、最後ちょっとなんか今までとは雰囲気違いますね、うん、そうなんです。同じくですね、このビッグサイズティーなんですけれど、はい、すごいトロトロしてますけど、これは素材が Z9 メリノウールって言ってウールなんです。ウール、はい、ウールの T シャツ、はあ、なかなか気持ちいいんですけど、とにかくめちゃくちゃエレガントじゃないですか。でさらにこのカッティング見て、前が短くて後ろが若干、はい、そしてここに接地が効いてたりとか、うん、1枚の T シャツなのにこの上なく計算されて、この長さとかも含めて、はいはいはい、このワイドの幅とかも含めてなんだけど、スタイリストの助真さんという、まあ、大御所ですよね、うん、日本の代表するスタイリストの助真さんが今手掛けてらっしゃるランバンコレクションメンズ、まあ、このスタイルクリニックでも何度となく紹介したこといっぱいあるんだけど、はいはいはい、あの助真さんが作ってるランバンコレクションメンズの僕もこれ3枚買いました、はい、あまりに良かったので、うん、僕 T シャツを見て、はい、エロいと思ったのこれが初めてです。いや、あ、分かります。エロいんです。なんか色気あるっすよね。これはエロいっすね。エロいんです。このテロテロ感で、それもそのウールの柔らかさっていうのをビッグシルエットだからこそより引き立つっていうのもありますよね、うん、そうなんです、うん、で言ってたのは助真さんが、いや大人がさビッグサイズって生きてるの見るんだけど、なんかバランス悪いんだよねと、うん、あれはね、いただけないから、俺が本当にかっこよく見えるやつを作ったって言ってたんで、なので間違いのないやつです。で僕も来たら、うわこれすげえいいと思って買いました。へー、ネイビー、そしてグレー、これが普通の店舗で売ってます、はい、で黒に関してはもう限定でミニマルワードローブだけしか買えません。なるほど、はい、ウールはね、夏でも調湿効果ありますから、さらっとします。匂いもね出ませんから。そうなんです、まさに防臭効果もあるし調湿効果もあるんです、はい。これはでも今までのね、マー君、今までのご紹介した、はいはい、まあ、何回も名前出して申し訳ないですけど、ブルネのクチネリとかと比べたら、はいはい、これ全部買っても、うん、まあ、いけるぐらいですよ ね、 すからね。夏ってやっぱ T シャツでどうしても着ますから、はいはい、そうなんです。そんなこんなで今日、まあ、ビッグサイズ T をね、はい、その選び方、それからバランス、どういうふうなものがっていうのを紹介してきましたけど、はい、お二人どんなものが刺さったんでしょうか。さ、いやー、やっぱりランバンコレクション気になりますよね。いきますね、はい、天の声さんどうですか。僕もそれですね。これ2人ともこれということは今回ね、はい、やっぱそれの大人になってくると、はい、確かにビッグサイティがどうしてもラフに見えてしまう、はい、これならやっぱ色気を持って着れるなと思いましたね、うんうんうん、ちなみにおすすめしている着方とかは、これはね、同じ色の同色のパンツがあったんですよ。ネイビーのこれ、ね、T シャツにネイビーのちょっとね、あのゆったりしたパンツ、はい、それをちょっとインとかしてもらって着る。なるほど、結構でも僕黒欲しいんで、ミニマルワードローブで買います。ぜひ、はい、これでもね、本当使えるよ。かっこいい、かっこいいですね、うん、エロいな、なんかこのね、テロテロしてるところが、はい、鍛えられたノア君みたいな体の上に、うん、ゴツゴツした体の上に柔らかい布がファッてこう落ちていく感じが、ちょっとね、男の色気って出るんですよ、大人の。というわけで、この、編集長のスタイルクリニック動画の連載はですね、本誌の、フォルツァスタイルの方の企画と連動しております。詳細を、ご覧になりたい方は、本誌の方のフォルツァスタイルをご覧になってください、そしてさらにですね、ハッシュタグ、洋服の服に魂と書いていただいて、服魂と書いていただいて、皆さんですね、自分のスタイルをインスタグラムにアップしてください。でその時に福魂ってつけていただいた方にはですね、我々がその中から記事をピックアップして、皆さんのコーディネートとかを全部紹介していきたいと思います、ですので、ハッシュタグ福魂とか言っていただいて、インスタグラムの方をアップしてください。そしてさらにですね、今回着てるような洋服、ミニマルワードローブと連携しましたので、そちらの方で買えるものも非常に多いです。ミニマルワードローブは僕が好きなものだけを集めているセレクトショップなんですけど、そことスタイルクリニック、そしてフォルツァスタイルっていうのが連携し始めました。ですので、ここで見たものが買えるようになりますので、ぜひですね、ご覧になっていただければと思います。高評価、コメント、それから YouTube 登録の方もよろしくお願いします。ということで、また皆さんお会いしましょう。今回はこの辺で、また。
で実は今回皆さんにご報告がありました。トンカツタイムというブランドを作ることになりました。ついに来ましたか。 T シャツです。白と黒、名付けて頂上 T シャツ当店です。あ、感じていただけると俺の知ってる T シャツと違う。着心地がだってもう体がかっこよく見えるように T シャツの形を作ってます。これ一瞬見た目だけで高そうだなって伝わりますね。 T シャツでここまでするブランドってないと思う。ただね、限定数しかないんです。だいたい普段着るのは5000円から1万円くらい。洗濯してると伸びちゃって、結局数枚買っていく必要があるんだったら1個1個買った方がコスパもいいかなと思うので、体のラインがすごい綺麗に見えるので、すごいこれいいです。頂上感ありますよね。肌触りがめちゃくちゃいい。大きくてもオーバーサイズっぽくないっていういい意味で。だからまあ4枚ですから。そうなんです。白黒 LXL 白い T シャツってどうしても乳首捨てるぐらいが出てくるんですけど、僕も結構心配な乳首してるんですけれども、撮る前に鏡で見てみたんですけれども、ちゃんと乳首つけなかったです。小芝さんにインスタで小芝さんがこうシュッと立ってるのあの感じにちょっと2歩寄ったな。もう完璧っすね。